東武1720系電車。1720系電車。1720系電車は、東武鉄道に在籍していた特急系車両。1960年、昭和35年から1991年、平成3年まで運用していた。通称は、デラックスロマンスカー。デラの愛称で親しまれていた。先行系列である系電車も後に、 同一の車体に更新された。そのため本校ではこの系列についても記述する。約34年間にわたり、東武鉄道を代表する列車として、日光、絹川方面への特急列車に用いられた。1960年、昭和35年に第一編成、1721編成が製造され、同年10月9日から特急列車専用車両として、 営業運転が開始された。後に1973年、昭和48年にかけて、7編成42両が、何は後期、後アルナ後期、現、アルナ車両、日本車両製造で製造されている。また、後述する1700系の改造車と合わせ、旧編成54両となった。1990年、平成2年6月1日に、後継者である100系、 スペーシアが営業運転を開始し、1991年、平成3年8月31日にさよなら運転を行い定期営業列車での運行を終了したが、同年100系が鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞したことを記念して、同年9月8日に浅草東部日光館で、往路は100系、袋は1720系による臨時列車が運行され、これが、 最後の1720系のお旅客輸送となった。なお、座席の一部と、台車、主電動機等の足回りは、伊勢崎線急行、後に特急に、格上げ、両模様の200系に流用され、書類上は、廃車ではなく車体申請による更新扱いとなった。東武鉄道は1956年、昭和31年に登場した1700系、特急車によって、 東京、日光間の優位性を確保していたが、国鉄東北本線及び日光線の電化と、それに伴う新型列車の登場に危機感を抱き、次のようなコンセプトをもとに、それに対抗する新型特急車両の開発を進めた当時のカタログより、設計時点で登場が想定されていた日本、国有鉄道151系電車に対抗するため、 速度面での優位性と、国際的な観光地である日光方面への外国人利用者にも対応した、車内設備を備える。性能的には1700系の電動機を改良し、中速度から高速域の性能向上を図り、平坦線釣り合い速度は時速 165km、運転最高速度は時速 110km。 軌道加速度時速 2.3km、減速度時速 3.7km、S、常用の高性能を得ている。主回路機器は2000系と共通で、主電動機は、東洋電気製造製 TDK-824 型保証巻線付け事故通風計、直巻電動機、端子電圧五ボルト、電流二十五 a 一時間定格出力ロワット。 定格回転数 1600rpm、最高回転数 5000rpm、最弱目回自律20%、質量 665kg を搭載した。また、主制御器は、多段式電動カム軸方式の、日立製作所製 MMCHTP-10、C、直列10段、並列8段、弱め回、15段、発電精度を17段で、 日光線の勾配区間用にそもそも速ブレーキを装備した。駆動方式は、中空軸平行、カルダン、歯車比は75、20、3.75、で、当時カルダン駆動車としては、国鉄151系、電車、3.50、小田急3000系電車、SE 車、3.71、に次ぐ高速運転用の仕様であった。 前回自定角速度が時速 66km と高い上に弱め開示制御を20%まで行うことによって蒸気の高速性能を確保している。ブレーキ装置は発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ HSCD であり常用、非常ブレーキ時ともに発電ブレーキを併用した。台車は当初アルストム式軸箱指示方式の空気バネ台車。 住友金属製 FS334 頭部形式 TRS-60M 固定軸距2 1 0 0 m m を装着していたが、増備途中で S 型民電式軸箱支持方式の同 FS370TR-67M 固定軸距2 3 0 0 m m に変更され、初期の編成についてもすべて後者へ換装された。 全電動車方式の6両固定編成で、車両番号は、第1編成は1721から1726、第2編成は1731から1736、と不満され、浅草方が1701、東部日光方が1706となっている。一方、旅客案内上の号車番号は逆に、東部日光方が1号車で、浅草方が6号車である。 正面の造形は、日本の車両ではいわゆる、小玉型、国鉄181系電車の生地を、参照に代表されるボンネットに似たノーズの伸びた形状だが、左右両側に航空機の総垂直尾翼にも似た、細長い箱付き。そこに、透過類が収容されている形態は、鉄道車両での類例の少なさから、斬新とも言えるスタイルである。乗用車のフェンダー。 あるいは当時の流行であったテールフィンの造形を取り入れたものとも言われるが、本社デビューの頃を最後に乗用車の造形デザインでは急速に陳腐化したとみなされた上、リバイバルも見られない造形でもあり、後年には後述する古い車両を使い続けているという印象にも繋がったと考えられている。なお、類似として日産、セドリック、初代30型系。 前記車が言及されることもあるが、同車の発売が1960年、昭和35年4月であるのに対し、東部が1720系をメーカーに発注したのが、同年1月同年9月落成であり、当然、デザイン、設計作業はそれ以前から進行していることから、直接の関連は薄いと考えられている。ボンネット先端の大型ヘッドマークは、電動式ではなくサボ。 手で差し替える式である。側面には当時の国鉄一等車と同様に座席ごとの固定窓が並ぶ。図色は伝統のロイヤルマルーンとロイヤルベージュという渋いツートーンだが塗り分けは国鉄特急型に準じている。冷房装置は分散式で製造当初から搭載され、屋根にある室外機は個別のキノコ形カバーである。車両長は 有頭車両としては初めて20メートル級となっている。車内電話の計画は登場時からあり、電話室がサロンルームに設置されていたが、列車電話用地上設備の設置が進まなかったことなどから、サービス自体は見送られ、後年の増備車は電話室を設置せずに登場しており、電話室を設置していた車両も撤去されている。1987年、昭和62年になって、 カード式公衆電話が設置されることとなり、電話室の復活、新設が行われた。前項で触れた通り、1967年、昭和42年から1969年、昭和44年にかけて、アルストム式の台車を S 型民電式に交換し、捻出された台車を2000系像美車の一部に流用した。1761編成以降は、 学生時から S 型民電式台車を採用した。また、34年の長期に及ぶ収益期間中、保安基準など、法令の変化により、随時いくつかの改造が行われた。その主たるものは、以下の通りである。ただし、一部編成は、新生時より装備しているものもある。後年、内装が、陳腐化してきたためリフレッシュ工事を前者に行った。主な内容は、 以下の通りとされている。収益間もない1960年、昭和35年11月12日には、非公式ながら 1720K 及び 1700K による高速度試験が行われている。最高速度を時速 105km から時速 110km に、目標としては 115km まで引き上げることを目的に行われた。この試験の結果、 時速 110km への引き上げが妥当だとして、当面時速 110km として対応することになった。さらに19日にも中間車2両を抜いた4両編成で試験は行われた。しかし、高速で走行していた状態から非常ブレーキをかけた際に滑走し、全車輪が大きく摩耗してしまった。そのため、この時の高速試験は中止されている。 1984年、昭和59年12月15日18時15分分頃、日光線火中駅付近の踏切で、浅草17時発絹川温泉域の特急、絹号が乗用車と衝突する事故が発生し、乗用車が炎上。これから累承する形で、先頭車1756号の前面部と、車内、さらに2両目1755号の車内までもが、焼損した。 この後、自己編成撤去の際には1751号から1754号プラス7800系に両という蘇生での回も見られた。この直後の年末年始の繁忙期には、通常、特急編成は予備編成なしのフル稼働となるが、この事故により、車両が不足する事態となった。このため、その間、特急運用の一部について、 かつての特急車である5 7 0 0系6両による運転で代行した。性能面及び旅客サービス面で1 7 2 0系と差があり、特に1 7 2 0系のダイヤでの運行は不可能なため5 7 0 0系の性能に合わせた臨時ダイヤで運行された。また、この5 7 0 0系にはヘッドマークや方向板は取り付けられなかった。乗客には特急券の払い戻しや、 了解を取取ってて乗車してもららうなどの対応が取られた1756号プラス1755号は、翌1985年、昭和60年1月12日に復旧が完了、運用に復帰した。1980年代後半に入ると、鉄道清見雑誌からはたびたびその古さが指摘されるようになった。その息の長さは、 私鉄最大数を誇った8000系とともに、東部の保守的な姿勢の象徴とされた。しかし、小田急電鉄 SE 車は1720系より、先の登場だが、定期列車の運行終了は同じく1991年、平成3年である。また、ほぼ同時期に登場した名古屋鉄道パノラマカー、7000系も、1999年、平成11年に、 有料特急運用から外れた後、2008年、平成20年12月26日の運行をもって、定期運転を終了している。以上のように、同時代に登場した大手私鉄の有料特急用、優等車と比較して、DRC が特段に後年まで運用されていたというわけでもないが、長年にわたって、同用途の後継車両が現れず、小田急 SE 車のような車体改造や、 名鉄パノラマカーの白帯追加、特急事業者といった外観リニューアルは、一切行われなかった。これは各レベルにおいて、究極であったことに発する悲哀であり、2019年、現在に仮に走っていても、後継車種以上の客室設備を有している。また、同時期に登場した観光向け特急車両であった、南海電気鉄道二万軽電車が1985年に、 引退している第1編成の1721回は各地で生体保存されている。東京都墨田区にある東武博物館2721号が埼玉市岩月区の岩月城市公園内2726号が保存されている。なお、東武博物館のものは展示スペースの関係で車体の全半分のみである。 どちらも台車はオリジナルの FS334 台車に戻されている。渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線ゴード駅に百7 2 4号と1725号がレストランとして営業中。青一式に塗り替えられていたが、2011年1月にオリジナル塗装に復元された。パンタグラフも上がった状態で保存されている。 また1723号も宮城県の工場に売却されたが、1998年、平成10年に解体され現存しない。いずれも保存されている車両は中に入ることができるが、公開時間が限られている。1 7 0 0系電車は1956年、昭和31年に、日光線特急用の車両として、何わ後期、日本車両製造。 汽車製造で製造され、同年4月1日にデビューした。最高許容速度時速 145km、運転最高速度は時速 105km。75kW モーターを各車に4機搭載、カルダン駆動の全電動車、MM ユニット編成とした、東部発の量産型高性能車である。当初のモーター、TDK-823 や、歯車比5.27、 は1720系とは異なり、台車もアルストム式軸箱支持のコイルバネ台車であった。奇数車のつまめん寄りにパンタグラフを装備した。全金属車体で、車体寸法や窓配置、2両で、片側3箇所となる客用扉なども5700系に順次、5700系を近代化したような雰囲気の車体を有していた。 1956年、昭和31年導入の1700系8両と、1957年、昭和32年導入の1710系4両に代別され、様式便所の有無などの違いがある。導入当時は5700系に準じた2両固定編成で、日光、絹川方面への分割併合運用を前提として、前面に貫通扉を持ち、 その上に全小塔一塔を設けた。前面窓の上部には向かって、左に種別、右に行き先を表示する方向膜が装備された。また偶数車の妻側にビュフェカウンターと売店を設置し、座席もリクライニングシートを採用した。当時、東部日光線と競合する国鉄日光線に、当時としては強力な最新鋭機動車であった、キハ4万4 8八百系。 後のキハ55系機動車の投入が予想され、1956年、昭和31年運転開始、従来の5700系では、所要時間で劣勢となるため、速度と車内設備の向上を図って導入されたものである。1700系登場時は、5700系の内カルダン、駆動車である5720系、この当時の5720型は、 白泰車であったとともに、特急運用についていたが、翌年1710型を増備し、特急を1700系電車に統一した。同時に、浅草駅東部日光駅間無停車のケゴムを運行し、国鉄側と本数の上でも対抗する形をとった。しかし、国鉄側も日光線の電化により、151系電車並みの性能及び内装を持った。 準急用車両の製造が想定、実際に1959年、昭和34年に157軽電車として登場されたことから、内装のさらなる向上及び速達化のために、早々に新型車である1720軽電車が導入されることとなり、1700系は1720系の補完的な立場となった。引き続き系と併用して特急に、 使用されたが、速度、サービスに格差があるため、運用の固まった1969年、昭和44年からは1700系で運用される、列車は B 特急として、料金上の区分がなさるようになった。1720系登場と前後して、1959年、昭和34年から1960年、昭和35年にかけて、 名鉄5500系と同じ冷房装置を搭載1720系とは異なり、箱型キスで1両あたり5機し、その後も側窓固定窓か、マジックドア設置、全消灯を倉庫に2等増設等の改造が複数回にわたり行われたが、これに伴う車体の痛みや経年劣化に伴う故障の頻発が目立ち、また、 特急の車種統一の観点から1971年、昭和46年12月12日にさよなら、運転を行い、1720系と同等の車体へ、更新が行われることとなった。更新は、何和後期において1720系と同じ車体を、新生種の世界で6両固定編成とし、台車や主電動機、機器は旧品を流用している。後に、台車、 コイルバネ式モーターも1720系と同じものに交換したため外観、性能上もほとんど差はなくなった。更新された1700系も1991年、平成3年までに全車運用を離脱した。台車、モーター等の一部の機器は200系に流用され、書類上は廃車ではなく車体申請による更新扱いとなったのは1720系とようで、 営業運転を離脱した1720系列は以下の通りに200経営更新された。登場時のカタログより楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。